とします。お待たせしました。皆様、ようこそお越しくださいました。これより妙見岳駅まで上りで約500メートル、3分ほどの行程でございます。私どものこのロープウェイは昭和32年10ヶ月余りの月日をもって出来上がりました。日本の国立公園最初のロープウェイでございます。このロープウェイは三線構想式と申しまして、直径50ミリの施策によって支えられ、22ミリの鋭柵に引かれて上下しております。まもなくこのコースの中で景観が開けてまいります。では左手の方をご覧くださいませ。手前に雲仙ゴルフ場がございます。その向こうとんがり帽子に似た山は雲仙八峰の一つ、標高940メートルの矢岳でございます。その裾野のあたり、赤い屋根などがご覧いただけるかと存じますが、あれが雲仙湯の町でございます。皆様、まもなく標高1334メートル、妙見岳駅に到着いたします。ここには3カ所の展望所がございます。どうぞごゆっくり、雲仙からの眺めをご鑑賞くださいませ。お降りの際は足元に十分お気をつけください。妙見岳駅、はい、どうぞありがとうございました。到着でございます。階段登ったら左にまっすぐですね。建物の外側。はい、足元の方ご注意ください。どうぞ。